まあ、全て含めるとですね、総勢で多分500名以上はコンサルティングさせていただいているかなという形になります。どんな人が稼げなかったのかというところですね、お話しさせていただけたらと思います。それもありえないという形で僕は返答していきます。こういう方っていうのはですね、稼げない傾向が強いです。はい、どうもこんにちは、寺井です。今回ですね、バイマーで稼げない人の特徴6000というお話しさせていただけたらと思います。僕自身ですね、バイマー、この物販をね、やる傍ら、こういったコンサルティングということもやらせていただいているんですけれども、まあ、その中でですね、今までスポットでコンサルティングしたりとか、もうがっつりね、この3ヶ月、6ヶ月期間で見てコンサルティングした人、まあ、全て含めるとですね、総勢で多分500名以上はコンサルティングさせていただいているかなという形になります。このね、コンサルティング受けていただいた方の中にはですね、例えばもう安定して30万円以上、月に稼げるようになりましたという方だったりとか、安定して100万円以上は今出てますという方もいらっしゃったり、まあ、一方でですね、コンサルティングを受けて今トライしてみたけれども全く稼げなかったっていう結果になってしまった人もですね、まあ、実はいらっしゃるんですよね。今回ですね、僕も過去振り返りですね、どんな人が稼げなかったのかというところですね、お話しさせていただけたらと思います。僕のプロフィールに関してはですね、こんな形なので見といていただけたらと思います。また現在ですね、寺井の公式 LINE 登録者限定でですね、超有料級の寺井滝バイマー初心者入門マニュアルというものを無料でお渡しさせていただいておりますので、こちらね、ぜひまだ受け取ってないよという方は受け取っていただけたらと思います。下記概要欄のね、LINE の方からですね、追加していただいてですね、マニュアル希望と言っていただければ大丈夫です。バイマーの始め方だったりとか、リサーチ方法、あとはですね、まさに今売れてる商品というものもですね、ズバリ公開していますので、そちらもね、見ていただけたらと思います。やってはいけない行動というのが、こういった社会で生きていると絶対あります。例えば僕今ここロンドンに来てるんですけれども、外国、海外と日本ではですね、習慣だったりとか常識が違うといったこともあったりしますよね。これはですね、極端な例かなと思うんですけれども、例えばアフリカのね、先住民族、海外の人ですよね、それが日本に来たと。でアフリカでは服を着ないのが常識だけれども、日本で来た時は服を着なきゃいけない。もちろん皆さんも服着てますよね、日本で見てる皆さんですね。そういったね、アフリカの方が日本に来た時にですね、もうそのルールを知らないで全裸になって逮捕されちゃうみたいな、そんなねケースもね、このアフリカの人たちがそういったルール知識を知らなかったら起こり得てしまうということになりますよね。正しい行動をねしていくのであればですね、間違った行動というのをまずは潰していくというのが非常に重要です。それをですね、今回バイマーのお話になりますけれども、失敗してしまった人がいるのであればですね、この失敗してしまった人の特徴を捉えてですね、自分がそれにならないようにするという行動を取っていけばですね、おのずと成功しやすいということにつながっていきますよね。今回ねお話しさせていただきます、稼げるようになるためにですね、稼げない人の特徴を抑えていこうというところで6選、最後までご覧いただけたらと思います。では早速お話しさせていただきます。1点目はですね、素直でない人、これになりますね。もうせっかくこれがいいっていう形だったりとか、こうやって風にやった方がいいですよと、これダメですよっていう風にね、僕が教えさせていただいてもですね、なんでですか、こっちの方が絶対いいでしょ、出品ツール使っちゃうとか、この、ね、海外のね変な業者みたいなの使っちゃうみたいな、こういったね方っていうのはね、意外とね皆さんが考えているよね、やっちゃう人多いんですよね。こういった形でですね、素直にアドバイスを受け入れられずにですね、自己流でやってしまう方はですね、稼げないという形になります。一旦自分の考えを捨てていただいてですね、愚直にやっていくというところが非常に重要になります。そもそもねコンサルティングなんですけども、独学でねやっていくっていうことに対してですね、コンサルティングだったり教わるっていうことがあると思うんですけども、独学でやっていくっていうのもですね、個人個人の考えがあるので、それはね全然悪いことではないかなというふうに思います。もしかしたらですね、長い期間かければ稼げるようになる人はいるかなというふうに思います。ただですね、このコンサルティングというのはですね、正しい情報に基づいてのみ行動していく、プラス短期間で実績を出していくというところを目標にしているのでですね、そっちがいいという方はですね、コンサルティングを受けるというのも選択肢になるかなというところになります。ただそれを受けたのにもかかわらず、いい情報、最新の情報、適切な正しい情報を教わったのにもかかわらず、それに基づいて行動しないというのはですね、非常にもったいないんですよね。こちらですね、素直に受け入れていただくというところがですね、逆に稼げる人の特徴になっていきますので、こちらも1点目押さえておいていただけたらと思います。1点目、稼げない人の特徴になりますが、素直でない人になります。続きまして2点目、バイマーで稼げない人の特徴をお話しさせていただけたらと思います。2点目の特徴としましてはですね、バイマーが誰でも簡単に稼げると思って始める人になります。これはですね、バイマーが誰でも簡単に絶対稼げるんですかという形でですね、僕が質問を受けたらですね、それもありえないという形で僕は返答してきます。ありえないっていうと非常に力強いワードになってしまうかなと思うんです。
けれども、これ例えばね、皆さん考えてほしいんですけれども、会社員の方見てる方いらっしゃるかなと思うんですけれども、会社員の方は1日8時間働いて週に5日ですね働く、週に40時間働いていく形になるかなと思います。それが4週間続いて160時間、それでお給料が20万だったりとか30万だったりとか、こういったところがね平均のレンジになりますよね。それをですね、今まで何もビジネスをしたことなかった人がスマホで片手間に1日1時間だったりとか30分だったりとか、そういったね時間でちょろちょろやってですね、次にどうやったらそれで100万円稼げるんだというふうに思うのでしょうか。これは本当不思議で仕方ないというところなんですよね。こういったねご質問実際にねラインアットでいただくことあるんですけれども、やっぱねこのバイマー初めねスタートアップの時は特にそれなりに大変です。仕組み作り、出品さんだったりとか買い付けさん、こういったところの仕組み作りもありますし、あとはですね反応が出てきたらお客様対応、こういったところもあります。最終的にですね仕組み作りをしていくことができれば1日1時間で月に100万円とか、こういったところはですね狙っていくことはできるんですけれども、スタートアップからね気軽に始めるというところだとですねちょっと難しいかなという話になってしまいます。それなりにね初期は特にバイマーコミットしていかなければいけないというところをね知っておいていただけたらと思います。このようにですね楽に稼げると思ってですね実際やってみたらちょっと違ったというところでね挫折してしまうのがですね本当にもったいないのでですね、これはあらかじめ知っておいていただけたらと思います。ただですね、バイマーしっかりやっていけばですね、それに見合った結果っていうのは必ず出ていきますので、これもね、合わせて知っておいていただけたらと思います。2点目お話しさせていただきました。バイマーで稼げない人の特徴としましてはですね、バイマーが簡単に楽に稼げると思って始めてしまう人になります。続きまして3点目、バイマーで稼げない人の特徴をお話しさせていただけたらと思います。3点目はですね、コミット力が低い方になります。コミット力の集中力ともね、言い換えられるかなと思うんですけれども、例えばこれに関してはですね、バイマーと同じ時期に違うビジネスを始めてしまったという方でね、集中力が分散されてしまっているパターンだったりとか、あとはですね、バイマーだけ始めていくんですけれども、やっぱりやるべき時間、空き時間をね、使ってバイマーっていうのをやっていく方多いかなと思うんですけれども、その空き時間に例えば YouTube とか Netflix とか漫画とかね、こういったものを見ちゃったりとかしてですね、時間が失われてしまうというところで、集中力ないよねという方が対象になるかなという話になります。やると決めたらですね、バイマーだけをやりきるというね、強い意志が必要になります。僕もね、マンツーマンでね、バイマーを教えさせていただいててですね、指導させていただいてるんですけども、その中でですね、僕自身は、やっぱりその人のね、後ろについて、コンピューターの後ろについてですね、もう今これがやりましょうとか、今リサーチやりましょう、今問い合わせ来たからこっち対応しましょうとかですね、全部言ってあげたいんですけれども、それってまあ不可能ですよね。そういった中でですね、自分を律することができない人だとですね、バイマーは稼いでいけないという形になります。例えばですね、1日この時間を脇目も振らずに2時間リサーチしようということだったりとか、朝30分早く起きてお客様対応を深夜の分していこうということだったりとか、必ずね決めたことをやり抜く必要があります。確かにですね、途中でこれでだれてですね、もう中だるみみたいになっちゃうね時もあったりするかなと思うんですけれども、その時は自分はどんな自分になってるのか、どんな夢をね掴んでるのかというところを想像していただいてですね、前を向いて頑張っていただけたらと思います。3点目の特徴をお話しさせていただきました。稼げない人の特徴3個目、コミット力が低い人になります。続きまして4点目お話しさせていただけたらと思います。4点目はですね、具体的な内容になっていくんですけれども、買い付けパートナーが確保できない人になります。買い付けパートナーは何のことかってところもお話しさせていただきますが、買い付けパートナーはですね、バイマー商品を売っていくにあたって仕入れていくという必要があるんですけれども、仕入れにあたってです、海外に住んでいる日本人の方でですね、その国の在庫を自分の代わりに仕入れてもらって、お客様に発送してくれる、いわばバイヤーとね、呼ばれるような存在の人たちのことになります。海外の在庫を幅広く扱っていくために非常に必要な人たちなんですけれども、その人たちがいないという形になります。やはりですね、お客様から問い合わせが来るという状態を作ることができる人というのは多いんですけれども、在庫を仕入れられないという悩みを抱えている方はですね、比較的多いです。それはですね、買い付けパートナーが不足しているだったりとか、仕入れ先が不足しているだったりとか、あとはですね、買い付けパートナーの質を高められていないといったね、こういった理由があります。これもね、具体的なアドバイスになるかなと思うんですけれども、買い付けパートナーが見つからない原因としてはですね、実施する募集の量だったりとか少なかったりという事例があったりします。あとはですね、質を高めていくというところもですね、非常に重要なことなんですけれども、例えばですね、シャネルとか僕はよく扱う商品ブランドかになるんですけれども、こういう人たちっていうのはですね、
ですね、各国在庫確認っていうのがね非常に難しいんですよね。シャネルはそこで非常に重要なのがですね、強い買い付けパートナーの存在になっていきます。こういった人たちをね介してね店舗につながっているようなバイヤーをね自分が構築することができれば、店舗から普段は在庫確認できないんですけれども教えてくれたりとか、他の店舗から取り寄せすることができたりとか、こういったことにつながってですね仕入れることができるという流れになります。こういった形でですね質を高めていくというのが必要になります。こういった人たちがですね見つからないのであれば、構築できるまで貪欲に募集するっていうのもですね一つのソリューションになるかなと思いますし、質のいい人が見つかるようなサイトをしっかり利用しているのかというところの、今はこのサイトが見つかりやすいみたいなトレンドの変化の意識もですねしていく必要があります。どのような結果がどのような行動の末にあるのかというところにですね常にアンテナを張っていただいてですね、今ね自分が行動しているつもりの量がですね本当に結果をもたらす行動量かどうかというところをですね常に検証していっていただけたらと思います。買い付けパートナーはねやはり倍まで戦っていくためにはですね、数というところで一概的に言うとですね最低でも15カ国は必要になるという形になりますので、知っておいていただけたらと思います。4点目お話しさせていただきました。結果が出ない人、その特徴4個目としましてはですね、買い付けパートナーの確保ができてないという方になります。続きまして5点目お話しさせていただけたらと思います。倍まで稼げない人の特徴5点目としましてはですね、細かいノウハウや細かいテクニックに頼ろうとする方になります。僕もですね倍も長くやっていてですね突き詰めてやっていますので、細かいノウハウだったりとか細かいテクニックっていうのはもちろん知っていますし、それを実践してもいます。ただですね中にはですね細かいノウハウだったりとか細かいねテクニックにばかりね頼ろうとしてですね、こればかり重要視していくという方はですね稼げないという傾向が強いです。皆さんねウィンタースポーツ、スノボーとかスキーとかやれますでしょうか。僕ねスノボーが実はめちゃめちゃ好きでですね、毎年スノーボード行ってるんですけれども、まあ今となってはですね1年に1回か2回ぐらい行くぐらいにはなるんですが、大学時代はですねサークルのメンバーで雪山にね何泊もこもってね昼も夜もねめちゃめちゃ練習してるみたいなことをねやってました。その中でですねスノボーとかこのオリンピックとかもね最近ありましたし、皆さんねご覧になった方だったらわかるかなと思うんですけれども、ハーフパイプとかあとジャンプ台で回転するとかね、こういうことがね非常に高度なテクニックとしてあるかなと思うんですが、もちろんこれって、ね、しっかり滑れるようになって前に進めるボードを操れるという状態になって初めてこういったテクニックっていうのはやっていきますよね。いきなりねスノボーやりたいからって言ってですね、このボードを履いた瞬間にジャンプ台って回転は絶対しないですよね。まあ、バイマもねそれと同じでですね、こういった高度なテクニックだったりとか高度なノウハウっていうのはですね基礎の先に生きるものになります。バイマのね実力もですね出品のね数に比例していきます。まずはね基礎から固めていけたらという形になります。その上でですねちょっとした小技だったりとか温めて大技を出したりとか、こういったことをしていければ OK です。効率を求めるということはですね、もちろん悪くないです。まあ、ただですね基礎固めは避けては通れない項目になりますので、そのことはですね改めて知っておいていただけたらという形になります。5項目目お話しさせていただきました。稼げない人の特徴5つ目としましてはですね、細かいテクニックだったりとか細かいノウハウに頼る方になります。続きまして最後6点目内容をお話しさせていただけたらと思います。倍まで稼げない人の特徴6点目としてはですね、稼ぐ理由がない人になります。ただなんとなく稼ぎたい、ただなんとなく月収100万円ぐらいは欲しいなみたいな、こういう方っていうのはですね稼げない傾向が強いです。明確にね理由を持っていることというのがですね原動力、行動力につながっていくというところになります。例えばですね半年後に脱サラをしたい、そのために月収で50万円は絶対稼げるようになりたいっていうような方だったりとか、あとは女性の方でですねご結婚されていて旦那さんがいるんだけれども、旦那さんの稼ぎだけだとちょっと不安だなという方でですね、その中で将来のために貯蓄としてお金を残していこう、そのために月々20万円は稼いでいきたいと、これで家計でプラス20万円したいという方だったりとか、プライベートも充実させたい、ゆとりを持った生活をしたいという中でプラス20万円、今の旦那さんの収入プラスアルファ得ていきたいんだと、こういった目標がある方はですね非常に強いですよ。目標に向けてしっかり努力していくことができます。目標を持つことの大切さ本当にお伝えさせていただきたいなと思うんですけれども、バイマも含めて僕もビジネスでですね周りで他のビジネスに関わる方もたくさんいるんですけれども、その中でやっぱり稼がれている方、成功されている方っていうのはですねなんとなくやって成功されたっていう方はもう一人もいないんですよね。みんな何かしら理由があります。
こういった事実を見てもですね、やはりこういった目標っていうのは非常に大切なんだろうというところになりますので、皆さんもぜひね、こういった目標を持っていただいてですね、バイマーコミットしていただけたらと思います。最後6点目お話しさせていただきました。バイマーで稼げない人の特徴6点目としましてはですね、稼ぐ理由がない方になります。いかがでしたでしょうか。今回はですね、バイマーで稼げない人の特徴6個というところでお話しさせていただきました。備えあれば憂いなしというところでですね、バイマーをね、せっかくチャレンジしていくのであればですね、やっぱり稼げるようになりたいわけだと思いますので、そのためにやっちゃいけない行動と、バイマーで稼げない人の特徴というところですね、6個をしっかり落とし込んでいただいてですね、自分の行動につなげていっていただけたらと思います。で、最後まとめさせていただきます。今回はですね、バイマーで稼げない人の特徴6個をお話しさせていただきました。1個目から振り返っていただけたらと思います。バイマーで稼げない人の特徴1つ目、素直でない方。バイマーで稼げない人の特徴その2、バイマーが簡単に稼げると思っている方。バイマーで稼げない人の特徴その3、コミット力が低い方。バイマーで稼げない人の特徴その4、買い付けさんが確保できていない方。バイマーで稼げない人の特徴その5、細かいノウハウや細かいテクニックに頼ろうとする方。バイマーで稼げない人の特徴その6、稼ぐ理由がない方になります。こちらぜひ理解しておいていただけたらと思います。はい、では最後までご覧いただきありがとうございます。動画のコメント欄ではですね、動画の内容にしてほしい内容随時募集させていただいております。ぜひコメント欄にコメントしていただけたら嬉しいです。またですね、概要欄にはですね、過去私が教えてきた生徒さんへのインタビュー動画だったりとか、バイマーで稼ぐための手法だったりとか、こういったものを解説させていただいておりますので、そちらも合わせてぜひご覧いただけたらと思います。それではですね、今後もこのようなバイマーに関する投稿させていただきますので、この動画いいねと思った方はですね、いいねボタンとチャンネル登録、あとはすぐですね、通知が届くベルマークボタン、こちらも押しといていただけたらと思います。今回動画はこちらで終わりとなります。最後までご覧いただきありがとうございました。失礼させていただきます。